はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。このユイのアゲインって曲、鋼の錬金術師のオープニングテーマだったんですけど、最近ツイッターでこれが10年前の曲っていうのが流れてきて、めちゃくちゃセンチメンタルな気分になりましたね。はい、ということで今日もですね、ウィニングレバーアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウィニングレバープレイあるあるはこちら、ディバ太郎さん、正直この変更はいらなかったということで、はい、見たらわかると思うんですけど、このね、マネージメント画面とかね、ちょっとこの前のアップデートで変更されたやつですよね。まあ確かに今はちょっと慣れないかな。そしてね、バランス悪い画面があるんですけど、まあでも慣れの問題だとは思いますので、はい、もうちょっと経ってからまた考えたいなと思ってますね。はい、ありがとうございます。ということで選手の6クイズも行きましょう。今日は小島選手、はい、この選手はですね、突然 FP 出していきたいなと思いますね。はい、僕が当てたくて当てたくて涙したあの選手です。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、はい、毎週水曜日恒例 GP vs コインどっちの方がいい選手出るのかということで、今週もやっていきたいなと思っております。で、皆さんちょっとお気づきかお気づきじゃないかわかんないんですけど、僕の GP の数見てほしくて、この青いコインね、どんどん減ってきてるんですよね。僕の中でだいぶ焦りが生まれてきてるんですけど、はい、この企画続けていく限りね、毎週結構な GP 消費していくので、頑張ってやっていきたいなと思ってますね。はい、ということでルールとしてはこんな感じですね。まあいつも通りなんですけど、今回はですね、レジェンズイングリッシュクラブズということで、まあレジェンドが出る可能性もあるということで、その辺にもね、期待していきながら見ていきたいなと思っております。ということで今回は、GP からいきましょうか。 GP コインコイン GP の流れでいってみたいと思います。ということでいきましょう。 GPこの前ね、GP1 個前勝ちましたからね、流れに乗れるかどうかっていう感じですよね。さあ行きましょう、ゴー。さあ本日一発目、さあ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 、金でもね、レジェンドが出る可能性がある。これがレジェンドガチャ、ゴー。ジョン・ストーン選手ということで、すごい声出ましたよね今、ゴーってどこから声出たのかって感じでしたけど、はい。そしてザンボ・アンギサ選手、おお、岡崎選手、嬉しい。日本人選手と出会うとね、なんか胸がキュンとしますよね。ありがとうございます。ザンボっていうとザンボマスターしか思い浮かばないですね。はい、ありがとうございます。はい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 。さあコイン1回目いきましょう。おー、いいよいいよ、スタートとしては悪くない。はいはいはい、いきましょう、ゴー。さあコイン、頼む頼む頼む、おー、危ねえ、びっくりした。今ここの金玉打ち抜いてきましたね。さあ誰が来る。おー、ナチョモンレアル選手、ルイス・アラウージョ選手、お、ナンパリス・マンディーということで、はい、いつものメンディー選手ではないですけど、ありがとうございます。 OKOK、 結構同じような感じでしたね。金銀銀っていう流れは変わらずという感じでした。ありがとうございます。はい、ということで1回ずつ終わったんですけど、さっき見たようにね、金銀銀っていうのは変わらないんですけど、実はコストでこんなに差が出るっていうのがすごいですね。 GP がね、有利な形で進んでいくんですけど、コイン2回目いきましょう。さあさあさあ、巻き返せるのか、いきましょう、ゴー。さあ頼む、黒黒黒黒黒、 OK、 黒行こう。さあずれる、コイン、おー、ずれていく、頼む、ピレス、コイン、金レジェンド、コイン、あー、スピリクエーター、くっそー、まあスピリクエーター選手全然嬉しいですね。スピリクエーター選手本当ね、守備のね、スーパーサブって感じがしますよね。そして、え、待って待って、すごくない、待って、名前がさ、ジョンみたいのがすごい多い。ジョン・ジョ・シェルビー選手、はい、ジョン・ジョ・シェルビー選手ですね。ありがとうございます。そしてカルム・ウィルソン選手ということで、ありがとうございます。オッケーオッケー、ジョン・ジョ・シェルビー選手すごいな。一瞬ハリーポッターのね、ボルデモートを思い出しましたけど、どうなんだろう能力。お、すごい適性広いですね。はい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 。で、グランダーパス、フライパス、はいはいはい、あー、なるほど、ちょっと使い、そこまでって感じですかね。はい、ありがとうございます。でもコスト的にはすごい美味しい気がする。黒しっかり出ましたしね。さあ、ということで GP2 回目いきましょう。さあさあさあ、いくよ、すぐいくよ、ゴー。さあ来い、いけ、頼む頼む、来い、あー、金玉。さあ、右の金玉打ち抜いていく。さあ、誰が出てくる、来い、おう、本物のメンディーということで、本物のメンディー選手来ましたね。別に本物とかないんですけど、僕がメンディーっていうとイメージするのは、やっぱね、マンチェスターシティのメンディー選手ですね。ありがとうございます。そして、ダン・ゴズリング選手、ロマン・サイス選手ということで、やっぱね、ロマンが溢れる選手当てていきたいですね。ありがとうございます。いやー、メンディー選手来ましたね。メンディー選手、この前確か、リアルでもね、先発出場したりしてましたけど、はい、まあ、村っ気はあるんですけど、能力は結構いいんですけどね。はい、ありがとうございます。おっとおっと、ちょっとなんかまたいい勝負になっちゃってんだよな。ということで GP3 回目とコイン3回目をね、連続で引いていくんですけど、ちょっと今回新ルールとして、新ルールというか僕の中で勝手にやるだけなんですけど、即スキやっていきたいなと思います。即スキっていうのは、ガチャ入った瞬間に右上のスキップボタンを押すことなんですけど、ちょっとね、今日なんとなく今やりたくなったのでやっていきたいなと思います。いきましょう、いくよ、即スキするよ、ゴー。さあ来い来い、
だー出ないこれ一瞬で結構わかるんで、ちょっとねリアクションの仕様とかもないんですけど、あでもアダムラララ選手嬉しい。リバプールスカット今ねちょっとずつ実は作り始めたんですよね。はい、ありがとうございます。そしてね、あのシグルズソン選手とかもあんまり注目されてないですけど、僕的にはすごく強いと思ってますね。強くないですか？はい、まあ、プレーメーカーでスキル良くて、はい、こんな感じいい選手ですよね。はい、ありがとうございます。さあ即スキではね、はい、いけなかったですけど、さあコイン3回目も即スキいきましょう。いきます、すぐいくよ、来い。おー、ファンダイク、え、すげえすげえ、リバプール、リバプール、すごい、ファンダイクにアーノルド来た、すげえ、黒玉来たー。でもさ、いつもだったら黒来た、黒来た、うっしゃー、誰誰とかっていうのに、その隙すらも与えられずにいきなりファンダイク飛び込んできますからね。はい、ありがとうございます。そしてアレクサンド、え、待って、またメンディーなんだけど、え、本日3回目のメンディーとの対面、すごいな、ありがとうございます。アーノルドはね今 FP で愛用させていただいてるので、はい、通常はさすがに使う機会ないかもしれないですけど、でも嬉しいですね、ありがとうございます。いや素晴らしいね、今回もコインしっかり2回黒玉出してんだよな、強いな。さあということでコイン4回目いきましょう。さあさあさあ、いいよいいよ、4回目、ゴー。さあ来るか、来るか、来いよ、頼む。まあここで銀玉調整してくるね、綺麗に。さあ誰が出てくるでしょう。センターミッドフィルダー、おダニードリンクウォーター選手ね。僕最初ねこの選手の名前聞いた時間違いなんじゃないかと思ったんですけど、ドリンクウォーターっていう選手がいるんですよね。はい、チェルシーの選手ですね、ありがとうございます。そして、フェデリコフェルナンデス選手、リー・グラント選手ということで、はい、ペロッと下出しちゃってるランキング1位ですね、ありがとうございます。はい、どうなんだろう、ドリンクウォーター選手とかね、でもね結構普通に強かった印象あんだよな。パス高くてキック力、はい、あコンディション程度4か、あーまあでもちょっと厳しいかな。はい、ありがとうございます。さあさあということで GP4 回目いきますか。 GP4 回目でいいよな。はい、 GP45 って引いて最後コイン5回目引いて終わりですね。あと3回、いやーちょっとあとな、楽しみがな、このガチって瞬間が僕一番好きなんだよな、正直言うとね。やっぱりあのこの企画でやりながらもなんだかんだガチャが好き。お、来た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 、確定演出、ガチャが好きの思いが伝わりましたね。さあ GP の逆襲、ミュウツーの逆襲、 GP の逆襲だ、いけ、レジェンド来い、ハリーケイン選手ってかマジで来ないね、マジで来ないな。そしてハリーケイン選手、アントニー・ノッカート選手、そしてイーストセックスの選手当てましたね。そしてファビアン・シア選手ということで、皆さんよかったらこの動画面白いと思ったらシェア、いつもの動画もシェアしておいてくださいね、ありがとうございます。ハリーケイン選手来ましたね、結構黒当たりますね、意外とこのガチャそんなかなって思ってましたけど、ハリーケイン選手は本当万能ストライカーってイメージ、スピード瞬発とかがそんな高いわけじゃないですけど、得点能力がすごく高くて、まあまあまあスキル良しと、まあでもラインブレーカーやっぱね強豪揃いですからね、ハリーケイン選手の FP とか来たらすごい恐ろしいことになりそうですけどね。はい、ありがとうございます。さあということで4回目終わりまして、結構面白い、 GP が226に対してコイン216ということで、コインねさっきの銀3発がねちょっとストップかけて、実はですね GP が今勝ってる状態になるんですよね。ただコストとしては10個しか差がないので、これマジでどうなるか分かんないですね。さあということで GP ラストいきましょう。いきますよ、いきますよ、いきますよ、いきます、やばいやばい、どうなるかな、コスト10だったら全然ひっくり返るからな、いきましょう、ゴー。さあ来い、どうなる、黒出たらすごい、嘘、黒が出ていくんだよねこれ、うわマジか、ピルス、あーケッパアルパ、ケパアル、ケパアルパ、やばい、やわからなくなっちゃった、ちょっと待ってくださいね。ケパアリサバラガ選手ですね、はい、あのケパってなってるんですけど本名は意外と長いっていうね。はい、ありがとうございます。そしておえ、待って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 、めっちゃいい引きしてんだけど、ジルーに見るなってやばくない？ちょっと勝負決めに来ちゃったよ。これはちょっとハードル上がりましたね。素晴らしい選手たち打ち抜けましたね。ケパ選手、ジルー選手、ミルナ選手ということでありがとうございます。やべえやべえ、まさかの神引きしてしまったということで、コインだいぶハードル上がってますけど、最後行ってみたいと思います。てか最後の今の引きやばかったな。さあコイン5回目、ここで逆転しろ男だろ、いけ、来い、黒黒、お嘘嘘、待って、ずれよずれよずれよ、うわずれない。そしてチェンバレン選手、リバプールの選手すごい出る気がしますね、ありがとうございます。そして、セルヒオロメロ選手、デマーリグレイ選手ということで、いい選手多いですけどね今回も。はい、ありがとうございます。ということで最後集計して結果発表いってみたいと思います。結果発表、今回 GP303 に対して5位269ということで、なんと GP2 連勝になります。いやーおめでとうございます。ということで
はい、ちょっと今一瞬で喉が枯れてしまったんですけど、なんとですね GP 勝利ということで、16戦やりまして GP6 勝のコイン10勝ですね。じりじりと GP が迫ってくるという形になりました。そしてですね、なんと GP の方かなり引きが良くて、全体ランキングでも4位に滑り込んできましたね。これはすごい、なかなかない結果かなと思っていて、でまああれかな、改めて振り返ってみると、おそらくね黒の数としては多分そんな多くなくて2個ぐらいしか出してないと思うんですけど、金の質が良かったですね。はい、今回すごく良かったので、そこはね、まあレジェンドはね今回も見ることできなかったですけど、まあ良かったのかなと思います。ということで今回ですね動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。